はい、どうも新宿109の健三です。本日はですね、今まで、マルチ商法組織に突撃してきて、その中でノバアフィリエイトだったりトレードプラスだったり、いろんな、マルチ商法組織が出てきたと思うんですけども、その中でも今回は事業家集団環境と呼ばれる、宗教じみたマルチ商法組織についてね、詳しく説明していきたいと思います。今まで僕ら、相原さんと新宿109でいろいろ突撃してきたんですけども、突撃してきただけで多分詳しい解説、どういう組織でどういう仕組みで成り立ってるのかっていうね、説明はしてこなかったんですよね。で今回は、ライターの雨宮淳さんという方からですね、許可を取ってプレジデントオンラインというねサイトに掲載されている記事をちょっとね読みながら、ちょっと僕なりの意見も交えつつ環境について説明していきたいと思います。じゃあ早速ですね、読み上げたいと思います。気づいたらそこは悪徳商法の巣窟。最初はあの店がそんな場所だとは全く知りませんでした。繁華街にある小綺麗でリーズナブルなダイニングバー、カクテルは1杯300円、食事の味も悪くない。何も知らなければ単にコストパフォーマンスの良い便利な店だろう。ところが私が取材した A さんが出入りしていた店は、経営者から従業員、常連までが悪徳商法集団の構成員という魔窟のような場所だった。 A さんが彼らと関わるきっかけはありふれた路上に潜んでいたということですね。冒頭のところですね。すみません、この辺りで美味しいラーメン屋さんを知りませんか。ある日友人との食事から帰宅していた彼女は路上で男女2人組に声をかけられた。これいつものやつですよね。この男女2人組っていうのが結構キーポイントになります。じゃあ続きちょっと読みます。親切心から近場のラーメン店を教えた彼女は話の流れで LINE を交換したという。その翌日、路上で声をかけてきた女性から食事を誘う LINE が届いた。予定の空いていた A さんは誘われるままに食事の約束をした。場所として指定されたのは繁華街の中心地にあるダイニングバー。立地と店構えの割にメニューが妙に安かったが、格別味が悪いわけでもなかった。A さんはその後も食事に誘われ、気づくとその店で行われるパーティーに参加するようになったという。参加者には起業を目指している人が多く、店の経営者という男性を紹介された。男性は客にひどく慕われており、その周りには会話を求める人の輪が出来上がっていた。しかしパーティーに通う中で A さんはある違和感を持ったという。なんというか店員と常連の仲が良すぎるんです。不思議に思って聞いてみたら、常連が店員として働いていることがあると説明されました。そんなものなのかと思っていたんですが、話を聞くうちに常連も店員もなぜかみんな同じ場所に住んでいることが分かりました。本当の理由が分かったのは入会後だったのですが、いやー、もうこの文章だけでもう知ってる側としてはめちゃめちゃ怖いですね。なんか知ってるけど怖い。はい、2ページ目ですね。セミナーには店員や常連が参加していた。誘ってきた女性との会話の中で経営者の高収入と時間の自由を強調されたという。話の流れで起業に興味を持った彼女はその女性から経営の師匠を紹介された。その人物はパーティーにいた経営者の男性だった。 A さんは起業の勉強をしている団体があると説明され、起業の意思を確かめられた後に入会を認められた。その後始まったセミナーで彼女は驚愕した。何でしょうか、どうしたんでしょうか。あの店の経営者も店員も常連もみんな同じセミナーに参加していたんです。お店やパーティーにいたほとんどの人が同じ団体の会員でした。いや恐ろしい。たまたま出会った人、たまたまパーティーで知り合った人が全員同じ企業セミナーに通ってる。怖いっすね。じゃあ次読んでいきましょうか。その数ヶ月後に彼女を待っていたのは、シェアハウスで同じ組織の構成員と寝食を共にし、師匠に毎月15万円支払う生活だった。僕がいつも言ってるやつですね。シェアハウスで、もうタコ部屋なんですよ。一部屋に3、4人入れられたり、一軒家に50人っていう噂も聞いてます。あとはね、師匠に15万円自己投資として払ってるって毎回言ってますよね。じゃあ次ですね。個人情報は全てスプレッドシートで管理。彼女が入会していた団体は環境や事業家集団などと通称されている。あくまで通称なのはこの団体に正式名称がないためだ。怖い。違和感を覚える方もいると思うが、これにも狙いがある。彼らはネットで悪評を検索されないようあえて名前をつけていないのだ。
いわば逆 SEO 対策である。いやー怖いな。以下本校では彼らを環境と呼ぶことにする。いやーこれね、まあちょくちょく僕も言ってるんですけど、改めてこの文章を読みながら想像するとすごいことですよね。普通なんか起業するぞとかビジネスするぞってなったら知名度を上げたいじゃないですか。知名度とか自分の商品知ってもらうために広告バンバン打つと思うんですよね。何百万とかあのお金を払って。逆なんですよね。じゃあ続き読んでいきます。環境の勧誘手法とビジネスは以下のようなものだ。彼らはまずマチコンやボードゲーム会、あるいは主要駅の路上といった人が集まる場所に出向き、連絡先を大量に交換する、まあ、これいつも僕がとつってるところですね。渋谷駅とか、今新宿駅とか品川駅とか結構いるんですけども、ああやって男女2組で声かけて連絡先を交換するというようなところに僕らがとつってるんですよ。はい。その後食事や飲み会、パーティーなどに誘い属性を聞き出すとともに親交を深めていくという。ターゲットにされやすいのは独身の一人暮らしで職場に不満を持っていたり、今の仕事とは他にやりたいことがあるなど現状を変えたい思考を持つ人物だということですね。ここからめちゃくちゃ恐ろしいです。ここで聞き出した情報はスプレッドシートで管理されるとともに師匠、上位階層メンバーに報告されている。私が脱会者に見せてもらったスプレッドシートには氏名や出身地、職業や生活形態といった個人情報がびっしりと書き込まれていた。恐ろしいですよね。自分の個人情報全部管理されてるんですよね。勧誘できそうだと判断すると最初に接触した人物が師匠を紹介する。この時の組み合わせは勧誘対象、構成員、師匠というマルチ情報でもよく見る ABC である。まあ、ABC 知らない方はまだググってみてください。構成員は起業で成功する方法を知っている、何人もの弟子が独り立ちしているといった言葉で師匠を持ち上げ、また師匠が経営している店舗や会社のウェブサイトを見せて信用させる。こうして環境に心を許していると判断すると入会を進め、師匠の近辺に引っ越しするよう助言するのだということです。でね、最後の文章、こうして環境に心を許していると判断すると師匠の近辺に引っ越すよう助言するっていうあると思うんですけども、これがね、職住接近って言って、まあ、鶴見の法則ともなんか近いんですけど、まあ、偉い人の成功している人の、家の近くに住むと、なんていうかな、成功しやすいみたいなのがね言われてるんですよ。自己投資の正体は幹部への上納金ということで読み上げます。入会後はコミュニケーションやビジネスマインドに関するセミナーに毎週末参加させる。これ毎週末っていうのはもう土日2日間です。セミナーの内容で特徴的なものがチームビルディングと自己投資である。チームビルディングとは起業するにあたってはチーム作りが重要のため直下9人総勢50人のチームを作り上げることが必要であると伝え、勧誘手法を叩き込むものだ。環境では上記のチームを作り上げるとオーガニックショップの出店が許可されるが、これを実現する会員はほとんどいない。実現した場合も顧客のほとんどは環境の構成員であるということなんですけども、このチームビルディングに関する直下9人というのは自分の直紹介、直接紹介した人が9人いて、そこからまたピラミッド状に、紹介されていったチーム、自分のチームが50人を超えたら出店を許可されるんですよね。この出店が起業っていうのはね言われてます。で、ここ次に自己投資の説明なんですけども、また自己投資とは起業のためには月15万円程度の自己投資が必要と伝えるものだが、具体的な内容はまだ伝えない。そうなんですよ。ここの段階ではセミナーとかで自分たちがやってる行為を正しいように思わせるように教育していくんですよね。まあ、洗脳の一つです。はい。一通りのセミナーが終わると勧誘する側に回らされ、毎日深夜にまで及ぶ勧誘活動や師匠への報告を行わせて疲弊させていく。これね、この勧誘活動っていうのはその駅でのね、声かけですよ。あれっす。男女特に話しかけてるやつら大体環境。はい、どうもこんにちは。渋谷駅で声かけてるやつ環境に。行きましょう。行くの？あ、そうか、終わってから。そう。別に行ってもいいんだよ。
あとさ、なんかさ、笑顔めちゃめちゃ振る舞ってるけど、もう内情は騙そうとして必死だからね、あいつら。で、今携帯あいつら出してんだけど、連絡先交換するの必死なんですよ。性格がいい人っていうか、断りづらい女性ばっか狙ってるんですよ、あいつら。で、今実際僕今話してるんですけど、僕の顔の左側いるんですよ、二人で。あれも環境です。まず渋谷駅にね、環境めちゃくちゃ多いからね。今日アムウェイの本社いたけどさ、いたよね、二人ぐらいね。とりあえず、話し合い終わったら、ほら、いや交換しようとしてるな、あれな。終わったら、あれ、マルチ商法の勧誘なんでっていうね、いつも通り。これね、まあ、大阪は最近は21時までやってるらしいんですよね。23時まではやらない、24時とか終電まではやらないらしいんです。ただ、東京の環境に関してはですね、もう終電までやってます。僕大阪行くときに深夜バスで行ったんですけど、深夜の高速バスで行ったんですけど、23時ぐらいに新宿駅に行ったんですね。したらいたんですよね、新宿駅の構内で。もう注意しようかなと思ったんですけど、僕もね、時間が時間だったんで、警察沙汰になると面倒だったんで、ね、言わなかったんですけど、あの時も3組ぐらい、JR の新宿駅の JR改札前にいました。はい。そして3ヶ月ほど経ち、完全に組織に染まった時、初めて自己投資の内容を明かす。15万円の自己投資の正体、それは師匠の店舗から15万円分のシャンプーやサプリメントを毎月購入することなのだということです。まあこれちょっと僕が説明すると、まあ、この15万円というのも、この環境の中では年収1000万が成功している人の定義なんですよね。で、この年収1000万の人が自己投資、毎月どれぐらいの額を自己投資に回してるかっていうと、15万円っていうのを言われてるんですよ、環境ではね。だから今のうちに15万円の自己投資の練習をしておきましょうねって言われてるんですけど、このね洗脳状態になってるんで、このシャンプーやサプリメントを買うことが自己投資っていうのもね、正しいことだと思っちゃうんですよね。普通の思考回路だったら、シャンプーとかサプリメント買うのって自己投資になってるって普通疑問に思うじゃないですか。まあ、この環境っていう組織では、この自己投資の内容さえ疑問に思わせないような洗脳状態まで陥れてくるんですよね。これめちゃくちゃ恐ろしいです。だからバカにしてる人もいるかもしれないんですけど、実際に本当に洗脳状態になったら気づけないと思うんですよね。はい、じゃあ次行きます。一般的なマルチ商法ではないが、はい、構成員が勧誘した人物が自己投資を行った場合、自己投資に使えるポイントが付与される。これ僕ね、動画では言ってないんですよ。このため構成員は自己投資の負担を下げ、チームを作って出店を許可されるため勧誘に勤しむこととなる。はい、まあ自己投資に15万円出していったら、環境内で使えるポイントが付与されるんですよね。まあよくあるポイントサービスと一緒です。いくら買ったらいくらのポイントが付与されて、そのポイントを、次の購入時に、日用品とかの購入時にこのポイントも使えますよっていう感じです。つまり彼らは構成員に勧誘を行わせ、商品販売を行うピラミッド状の組織を作るビジネスを行っている。これがマルチ商法、つまり特商法における連鎖販売取引に当たるかどうかは解釈が分かれるところだというところですね。彼らの特徴は月15万円もの買い込みを行わせることと、目標が企業イコールオーガニックショップの出店に置かれること、そしてビジネスの正体を徹底的に隠すことであり、筆者はこれが問題であると考えている。もうおっしゃる通りでございますというところです。確信をついてるかなと思います。僕も悪質なんですよね、一言で言うと。はい、じゃあ次読み上げたいと思います。一般的なマルチ商法であれば、勧誘の早い段階で商品説明やデモンストレーションを行うため、その企業の名前や業態を知ることができる。そもそも事前に企業名やマルチ商法であることを示さず勧誘するのは違法である。で、環境に関して名前がない時点でおかしいですよね。で、これにちょっと付け加えるとしたら、勧誘時には契約書面、概要書面のね、紙ベースの交付が必要です。携帯ショップとかでなんか携帯契約するときに、なんか紙にサインとか、住所書いたりするじゃないですか。で、裏面の長い説明を、
店員さんから聞いて、じゃあ一度ちょっと読んでくださいねっていう手続きあると思うんですけど、それがねマルチ情報の勧誘時にも必要なんですけど、こういうのはね今僕が突撃しているのバーアフィリエイトだったり、トレードプラスだったり環境にはありません。まあこれはね特商法で定められている必要な手続きなので、これがないことがおかしいですよね。じゃあ次に読み上げたいと思います。ところが環境の場合、単に起業を目指す集団であるとだけ伝え入会させ、完全に染まりきるまで確信を伝えない、これは徹底しており、勧誘の場では組織で扱っている商品を絶対に見せず、自己投資の正体を明かす前にもその説明は行わないと。勧誘の途中でターゲットから外れ、飲み会やパーティーの主催が環境だったと気づかないままの人も多くいるだろうということですね。本当に洗脳させやすい人を厳選してるんですよ。だからねこの組織が成り立ってしまうんじゃないでしょうか。はい、じゃあ次。勧誘の毎日で交友関係を環境周辺に限定させ、疲労で思考力を鈍らせてから初めて月15万円もの買い込みを進める。この状態で15万円の自己投資を選択したとして、果たして本人の意思であると言えるだろうか。はい、じゃあ次のページ行きましょうか。知らないうちに環境の店舗を利用している場合もということなんですけども、私の手元には脱会者から集めた環境関連の店舗リストがあり、その数は60を超えている。全ての情報を集めきれているわけではないので、実際の数はさらに多いはずだ。すごいな。この店舗リストも僕も持ってるんですけど、大阪、東京、まあ、この2つが多いですね。全部しっかり見てるわけじゃないんですけど、冒頭で示したような飲食店は東京都内や大阪市内に多数あり、この他にも前述したオーガニックショップやレンタルキッチン、貸し会議室などがある。事例としてよく聞くのは、東京だと品川や五反田、大阪では福島だ。これは都内でも山手線の南側に多くの弟子を持つ師匠が多いことと、この団体の発祥の地が大阪だったためと考えられるということですね。はい、じゃあ次ですね。特に飲食店の場合、オーガニックショップとは異なり、一般客もそれなりにいるため、それと知らずに使っていることも十分あり得る。筆者がグルメサイトを確認したところ、彼らの店舗も掲載されており、肯定的なレビューもついていた。彼らはとにかく勧誘機会を求めており、その代表が前述したマチコンである東京大阪で数千人の会員が毎日活動しているため、一時は大抵の町コンに環境の構成員が入り込んでいる状況で、同じ町コンで、仲間を見かけることが何度もあったという。恐ろしいですね。なので皆さんが通っている相席屋だったり町コン、そういったところは環境の構成員がいるかもしれません。あとね、これ最近聞いた話なんですけど、ジモティでフットサル一緒にやりませんかっていうね募集記事はね、環境の可能性がだいぶ高いので皆さん気をつけてください。じゃあ次ですね。この他にも駅や路上での声かけ、各種交流会、読書会、朝活会、ボードゲーム会、IT 系の勉強会、フットサル、パブリックスタンド、スタンディングバーなど、およそ人が集まる場所のほとんどに入り込んでいる。読書会やボードゲーム会といった集まりに出向かなくても、路上で声をかけてきた相手が構成員だったとしたら、彼らと出会うきっかけは何気ない日常の中に潜んでいるのだ。なんか僕が聞いてるのは3000人全国でいるって言われてるんですけど、今言ったこういうねイベントごとに参加したことがある人は、もしかしたら環境の構成員と関わっているかもしれません。いやー、これもう本当にあった怖い話。はい、じゃあ次ですね。将来の不安を抱えても絶対に相談してはいけないというところなんですけど、コロナ禍でマチコンや交流会が激減している昨今だが、彼らの活動は衰えていない。相変わらず路上での声かけは行われており、またオンラインでのマチコン、読書会、勉強会などに入り込み勧誘機会を伺っている。さらに筆者が取材した例では、オンラインビジネス講座サイトの講師が環境の構成員というケースもあった。リモートであっても人が集まる場所、特に参加ハードルが低い場所には彼らが潜んでいる。ただ怪しい場所や人物を判別し連絡を絶てば、このような集団に取り込まれることは防げる。そこで人物や店舗が環境関連であると判断できるポイントをいくつか挙げる。これ重要ですよ皆さん。まず人物編なんですけども、はい、一つ、マチコンで同性の連絡先を大量に集めている。まあ、同性って怪しいですよね。路上で美味しい店やおすすめの居酒屋を聞いてくる。あ、これもうスマホで調べろって話ですもんね。
友達が集まる飲み会といったつながりの不明瞭な集まりに誘ってくる、まあ、気をつけてください。自分が源、過去は生ゴミといった言葉を使う。これね、あの環境のね独自の言語なので皆さんね気をつけてください。自分が源っていうのは全てのね事象は自分が原因であるみたいなことですよ。あのオウム真理教ってポアとかね独自の言語を使ってて、組織だけであの共有できる言葉使ってたと思うんですけど、ほんとオウム真理教と同じ原理を使ってますこいつら。はい、企業や経営について学んでいる人を紹介しようとしてくる、まあ、これね中にはちゃんとした経営者も呼んでくるパターンもあると思うんですけど、疑いましょう。これね疑うことが、自分の身を守ることになると思うん で次店舗編。メニューが不自然に安い。高リッチで小切れなのにハイボールが300円台、カクテルが400円台など、構成員を無給で働かせている場合もあり、それでなくても月15万円回収しているため、ただし普通の価格帯のこともあるということ。まあこれね見極めるのはめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、こういうことはあると。じゃあ次、一般名詞や地名など店名が妙にシンプル。まあ団体名と同様の逆 SEO 対策、新宿ダイニングバーだったかな、なんかそういうとこもあったり、あファイブっていうねお店もねめっちゃシンプルですよね。怖いよね、ここまでなんか対策されてるのかと考えると。で休日が貸し切り営業になっている、勧誘パーティーに使っているため、店員と常連の仲が不自然に、年季の入った個人居酒屋とかの、ノリではないと思います。まあそれはね多分皆さんも行ったらなんとなくわかるとは思います。僕行ったことないんで、説得力ないんですけど。じゃあ次、店員も常連もみんな同じ場所に住んでいる。師匠の近所への引っ越しを進めたり、シェアハウスで集団生活をさせているためと。まあこれも食住接近の件ですね。はい、長くなりましたが最後ですね。現状や将来への不安から誰しも現状を劇的に変える希望に心を惹かれてしまうことはある。しかしその希望を見せてくる相手がもしもあなたの財産を狙っているとしたら、筆者が取材した中には環境に入会して貴重な時間と資産を奪われてしまったと悲痛な声で実体験を話してくれた元会員もいた。不安を抱えることは誰にでもあるが、そんな時に上記のような特徴を持った人物や店舗に遭遇したら要注意だ。悪質な団体に時間と資産を奪われないよう気をつけてほしい。ということで、環境に関するね詳しい記事を読み上げました。雨宮淳さんありがとうございます。でこれね4つ記事あります。これまだ1つ目なんですよ。あと3つあるんですよ記事が。これ続編もね僕の意見も交えながら、話していこうと思うので、まあ、次もねお楽しみにしておいてください。でこのプレジデントオンラインに投稿されているこの記事は、調べたら出てきます。あ、概要欄に貼っておきます。概要欄にこの URL 貼っておくので、もしね見たくなったらこちら、ご自身で見てもらったり、これね本当にお願いしたいのが、こういう記事とかをね拡散してください。新しく上京してきた方や大阪にね地方から大阪に来た方、こういった方が多く騙されやすいので、もしそういう人が身近にいたらそういうのもね伝えてあげてもらえるといいかなと思います。新社会人の皆さん含め、気をつけてください。ということでまた次回ねよろしくお願いします。ありがとうございました。